はい、皆さんこんにちは。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日はですね、ジャイアンツのこれまでを少し振り返っていきたいなっていうふうに思ってます。少しね、手ぶれがあって申し訳ないんですけども、今日はね、こんな感じの動画で、お許しください。はい、ですね、まあ、はっきり言うとですね、僕、阿部監督というか、巨人めちゃくちゃ頑張ってるんじゃないかなと思うんですね。で、皆さんもそれは感じてらっしゃる方もね、いらっしゃるんじゃないかなっていうふうに思うんですが、一度ね、ちょっと振り返っていきたいと思うんですね。で、まず、昨シーズンのオフですよね、中田選手であったりとか、中島選手であったりとか、ウォーカー選手っていうのを、まあ、放出したり、しましたよね。で、やはり、そういったところで、まあ、若返りとかいうところであったりとか、まあ、新しい戦力みたいなところを、まあ、阿部監督は期待してたかなっていうふうに思いますと。で、そこからですね、外国人選手というところをね、獲得していこうと思ってたんですけども、実際ね、それが難航しましてね、なかなかいい選手というか、巨人の外国人選手っていうのはね、なかなか情報が上がってこなくて、もしかしたらこれウレーニャだけちゃうかと、阿部監督がね、溺愛してるというか、よく言われてますけども、ウレーニャだけじゃないかみたいな、外国人選手ね、野手で言うとっていう風に言われてたんですけども、まあそこでね、まあメジャーで実績のあるオドーア選手を獲得できたと。まあこれ非常に良かったと。オドーアでね、まあ非常に適応能力があるんちゃうかなみたいな感じでね、言われてましたと。で、そのオドーアがですね、まあ皆さんもね、ご存知ですけども、それがね、対談すると、もうそれありえないと僕が言いました、正直言ったら。うん。そんなことありました、今まで。僕の覚えてる限り僕ないですね、そんなところね。で、途中対談の理由もね、まあ、まあ、2軍でね、ちょっとまだ状態が上がってないから、ちょっと開幕は、調整してくれっていうことだったと思うんですけど、それを拒否して、まあ、帰ったっていうところで、もう性格も最悪やなっていう感じでね。そんな外国人ね、まあ、いても活躍してないんちゃうかみたいな感じでね、ファンの間では、すごくそういう話題とかトピックありましたけども、非常にね、僕も、まあ、正直そう思いますし、まあ、実際ね、たらればの話になるんですけど、まあ、実際どれぐらいやれたかっていうのは、正直わからないんでね、うん、まあ、それも非常にこう、ね、ジャイアンツからしたら、非常に痛いところはあったんじゃないかなと思うんですね。で、非常にその、オドーアが対談して、まあ、ウレーニャだけになったんですよ、はじめね。で、まあ、日本人選手だけ、ほとんど、日本人選手で、まあ、戦ってましたと。で、まあ、阿部監督はもともとね、フォア・ザ・チームというか、チーム打撃であったりとか、そういったところを、大切にするよっていうふうに言ってたんで、まあ、バントであったりとか、右打ちであったりとかっていうのを非常に積極的に使ってましたと。で、これに関しても、まあ、いろいろ賛否ありましたと。僕も、批判というか、まあ、させてもらったこともありますけども、実際、点が取れてなかったっていうのは事実ですし、まあ、ね、ヒッティングにしてたら点が取れてたのかっていうところもわからないですけども、まあ、阿部監督の考えからすると、こんだけ打ててないんだったら、なんとか得点圏に、塁をね、進めて、まあ、なんとか一本出たらいいなっていう考えで多分バントをさせてたと思うんですね。ただ、やはりね、なかなか点は取れなくて結果ね、極度の、まあ、打撃不振が、まあ、やっぱチーム全体であったんですね。で、そんな時に、やっぱり神助っ人というかね、ヘルナンデスが入ってきてくれたと。もうこれはもう今年のジャイアンツを語る上で、もう絶対外せない話題なんですね。トピックなんですね。で、まあそのヘルナンデスが交流戦あたりから入ってきてくれて、非常に打撃陣をね、引っ張ってくれて、で、今まで先ほど言ったようにバントが非常に多かったと、点が入らないというようなところがあったんですけど、まあ特にヘルナンデスを3番に置いてからのジャイアンツ打線っていうのは非常に、活気づいてきましたし、そのあたりからですね、1番丸、2番吉川、3番ヘルナンデスっていうところが固定できてきてね、そっから点がすごく入るようになったと。で、それはもうね、もうヘルナンデス様々ですと。で、
非常にいい形でいってましたと。で、そんな中、さらに、ジャイアンツではですね、レフト、ショートというところが少しちょっとこう、打撃の面で弱いんじゃないかなというふうにずっと言われ続けてみました。で、まあ、ショートに関しては、まあ、門脇選手がね、非常に、まあ、期待されてたんだけども、あんまり結果出せずというところで、まあ、伊豆口選手であったりとか、まあ、そういったところが、まあ、試合に出ることが多かったですよと。で、まあ、ショートをね、誰にするんだみたいな話もあったけども、実際レフトというところも穴というかね、なかなかこう打撃がね、振るわなかったっていうところがあったんで、まあ松原聖也選手というね、まあ僕非常に仲良くて、めちゃくちゃ天才と言われているような選手ですけども、その選手をまあ放出して、まあ若林選手を獲得したと。で、その若林選手がね、レフトで出てくれて、非常にこのピースを埋めてくれたっていうところがあって、非常に大きかったなって僕思うんですね。で、そこからね、ジャイアンツがすごく勢いづいてきて、非常にね、こう、勝ち出したというところがありました。で、そこからですね、先日ですけども、まあ、先ほど言ったように、ショートがちょっとまだ、弱いなっていうところ、まあ、門脇選手が、レギュラー確約と言われてたんですけども、なかなか結果振るわないと。で、伊豆口に関しても、まあ、打率もね、2割1分、2分とか、それぐらいの感じで、まあ、守備に関しては堅実にやってるんだけども、まあ、破壊力というか、まあ、ちょっとこう、なんていうんだろう、まあ、突出はどこもしてないなっていうところがあって、まあ、その内野ね、もう一人いいのいたらいいのになっていうところがありまして、で、そこで、まあ、モンテスですよね。モンテスを獲得して、で、今、サードね、であったりとか、ショートで出場したりとかね、今ではね、もうレフトで出場したりしてますけども、そういったところで、まあ、非常にうまく僕は行ってるんじゃないかなと思うし、先ほど言ったようにね、補強した外国人選手が途中退団するっていう、もう前代未聞のことが起きながらね、極度の打撃不振、バントの采配ありまして、いろいろ安倍監督自身も批判を受けてる中、その中でも自分のやり方をね、柔軟に変えながら選手も補強しつつ、ウィークポイントもね補って、非常にこう、うまいね、まあ、運ももしかしたらあると思いますし、編成とのね、やり方、連携の密なね、コミュニケーションも取れてたと思いますし、そういったところで現場と、まあ、フロントというところが一体化というかね、した上でね、巨人というのは今2位にいると思いますし、はっきり言って、まあ、逆に簡単に言うと、僕から言うとですね、2位にいることが奇跡なんじゃないかなっていうぐらいの僕はレベルだと思うんですね。もうはっきり言って本当に、その途中退団するとかありえないですし、うん。で、外国人選手がね、なかなか取れなくてっていうところがあって、本当に憂いなだけでね、僕やれるんかなっていうふうにずっと思ってましたし、もしかしたら今の見てらっしゃるね、視聴者の方も、そういうふうに感じてらっしゃる方も多いかもしれないですけども、僕は安倍監督ね、いろいろまあ批判とかもされたりしましたけども、僕は本当にこの状況でうまくやってるなというふうに思うし、実際ね、安倍監督がすごいところって、自分の言ったこととかは、筋は通すんだけども、それをね、しっかり自分の間違いを正してというかね、あ、これちょっと間違ってましたとか、そういうふうに素直にはっきり言えるところが僕素晴らしいなと思いますし、実際ね、それって、なかなかね、その野球以外でも、やっぱり自分の間違いというか、自分がこう、あまりいいやり方でできてませんでしたっていうふうに言うのって、すごくこう、難しいことだし、やっぱプライドがあったりとか、いろいろあったりするじゃないですか。だけども、それを、あんだけメディアの前でね、言えたりとか、自分の方針を変えたりとかしながらね、チームを、まあ、最適化に持っていくというか、うん、なんとか勝ちに結びつけていくっていう、采配の姿勢っていうのは、僕はすごく評価するべきところだなというふうに思うし、まあ、実際ジャイアンツというところは人気球団で、まあ、いろいろメディアに叩かれたりとか、いろいろしますけども、そういった中で、非常に素晴らしい戦いができているんじゃないかなっていうふうに思います。はい、てな感じでね、今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあね、バイバイ。